はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ドローンおやじです。本日はですね、自粛期間特別企画ということで、これまでに撮ったですね、空撮の中からですね、ボツになったものですね。で、なぜそれをボツにしたのかというところも、理由も含めてですね、やっていきたいと思います。で、ボツになったやつ、いくつかあるんですけど、今日は2つほど、ちょっと映像を紹介しながらですね、説明していければなというふうに思っております。で、もう一つはですね、ちょっと最後の方に、告知がありますので、そちらの方を、ご覧いただければと思います。じゃあですね、まずは、このボツになった、空撮映像というところからいきましょう。やはりですね、私も空撮を今まで、かなりやってますけども、リバップドローンの時から、もう5年ほどになるんですかね。ドローンとは長い付き合いになっています。でですね、やはりうまくいかなかった撮影というのは多々あります。もちろん上げている動画の中でもですね、うまくいかなかった撮影というのもありますし、ボツにしたかったっていうのはもうたくさんあります。で、その辺ですね、丸々ボツになった空撮をですね、今回あえて、編集してですね、少し短くまとめて、なぜこれをボツにしたのかっていうところを、お話ししていければなというふうに思っております。一つ目のボツ映像はですね、我が福津市のですね、漁港ですね、つや崎漁港という漁港があるんですけども、そのつや崎漁港を、初代のマビックプロで、撮った時の映像になります。で、初代のマビックプロがですね、出てから、マビックプロの形っていうのが業界初だったんでですね、かなり、大きい影響をですね、ドローン業界に与えたんじゃないかなというふうには思っております。で、マビックプロをですね、片手に、まだこの時はですね、36件の空撮プロジェクトを始めて間もない頃だったかなという記憶はあります。で、つや崎漁港はですね、一応市に確認をして、取りに行ったわけですが、ドローンの空撮において重要なのは、撮影のセッティングも大事なんですけども、その当日の、気候ですね、にもよるんですね。で、もちろん快晴で、風も少ない状況だったんですけども、この福岡の地独特と言っていいんでしょうかね。PM2.5 とか、黄砂がちょっとひどい日にちでして、で、その日にちに撮影日を合わせてしまったものですから、結構ですね、映像が白っぽいといった映像になってしまったんですね。で、ちょっとこの空撮全体が、ちょっとこれは使えないな、ということになりまして、YouTube にもアップしておりません。で、本邦初公開となる映像になるんですけども、それではですね、まず1本目の映像からどうぞ。
回ご覧いただけましたでしょうか。ですね、この日は黄砂なのか PM2.5 なのかちょっとわからないんですけども、非常にこう霞がかってたかと思います、映像がですね。で、まあ、このままちょっとアップしてもですね、なんかいまいちな映像だなと思ったんで、丸々ボツにしてしまいました。やはり天候っていうのはですね、やっぱりもうどうしようも逆らえない部分があるんですけども、なるべくまあ撮影日は複数一応予定を立てておいて、で、まあ一番ベストな感じでですね、選ぶというのが重要かなというふうに思います。はい、それからですね、空撮映像がボツになったもの、二つ目なんですけども、二つ目のボツになったものはですね、以前ですね、Mavic Pro の LED のプロペラですね、を紹介した動画があったんですけども、その LED のプロペラの中でですね、夜景ですね、その際に撮れた夜景も合わせてですね、ご紹介しようかなと思ってたんですけども、なんとですね、LED プロペラをつけた夜景が非常にノイズが乗っててですね、全然使い物にならないなというのがありまして、それがですね、非常に私としてはもうこれはもうボツにするしかないなということで、残念でしたけども、もうその映像は丸々ボツにしました。その映像もですね、今回映像を用意しましたので、では2つ目の映像ですね、その LED プロペラの夜景を撮った時の映像をご覧ください。どうぞ。はい、ご覧いただけましたでしょうか。ですね、私ひょっとしたら前の LED のプロペラを紹介したときに、動画とかですね、撮影品質への影響もあまりないですよっていうふうに言っちゃったかもしれないんですけど、この映像をですね、後ほどアップしようと思って、見返してみて、とんでもねえ嘘をついてしまったなと、本当この場を借りて、お詫びしたいと思います。申し訳ございませんでした。非常にですね、LED プロペラは、光量が非常に高いんですね。なので、カメラがですね、プロペラの下側にあるんですね、すぐ下側に Mavic Pro、まあ Mavic シリーズはあるので、どうしてもそこはですね、Mavic Pro のカメラに、その LED の、明るい部分ですね、影響してノイズが乗ってしまったんじゃないかなというふうに考えてます。後で見返してみて、これはちょっとアップできないかと思って、アップしておりません。初公開の映像ということになります。はい。ということでですね、まあ、ボツになる映像2つ、まあ、なぜボツにしたのかというところも含めてですね、ご紹介いたしました。もちろんですね、これまでこれ以外にも、通常の空撮においてもですね、設定がまずかったりとか、ホワイトバランスとか、絞りとか、そういった調整だけじゃなくて、その 4K とか 2.7K とかのその画質の設定ミスとか、そういったのもやっぱり多々あります。そういったものはバスバス削除して、で、編集するようにしてます。で、やはりバッテリー3つだけ3つ、まあ、フルで撮影の時はこなすんですけど、バッテリー3つこなすとやっぱりもう非常にもう集中力もやっぱ途切れてくるんですね、最後の方。なので、やっぱりその中にはですね、うまくいかないカットだったりっていうのもあるので、そういうのはですね、極力編集のところからはですね、削除するようにしております。やはりそういったことを考えると、もう
とにかく、まあ、いろんなカットを撮ってみる。たくさんですね、ストックしておけば、編集の時っていうのは絶対なくなって、私はそのやり方でやってます。下手なものもですね、数打ち当たる精神で、やっておりますので、そういったところもですね、もし参考になればというふうに思います。はい、そしてですね、これら2つの映像を今、見てきましたけども、今回は、私のチャンネルの方にとってですね、告知がございます。私のチャンネルがですね、チャンネル登録者数が今1400名を突破して、非常に本当に皆さん、チャンネル登録していただいている皆さん、本当にありがとうございますということですね。で、ようやくですね、動画の、収益化というところが、認められまして、今回ですね、YouTube のパートナープログラムの方に参加することができるようになりました。これもですね、皆さんのですね、本当これまでたくさんコメントいただいたりとか、いいねとか高評価していただいたりとか、そういった皆さんのおかげでここまで、やってこれることができております。広告が、これから少し入るかと思いますけども、温かい目で、見守っていただければな、というふうに、思っております。で、本当にですね、皆さんのおかげで、このチャンネルの私もですね、モチベーションをですね、保てておりますので、動画の方をですね、たくさん上げることができております。本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。ですね、今はコロナウイルスの影響でですね、非常に厳しい状況が続いておりますけども、第2回の FDM も含めてですね、皆さんにですね、ドローンを楽しんでいただけるような企画とかですね、あとはドローンを身近に感じていただけるような動画ですね。それから最近FPV の方にもコツコツ取り組んでおりますので、FPV ネタというのもですね、含めながらこのチャンネルをですね、さらに充実させていきたいというふうに考えておりますので、どうぞ皆さんこれからもですね、このドローンや豪華ドローン入札隊ということで、よろしくお願いいたします。それではですね、皆さん、ここまでご覧いただきましてありがとうございました。それではドローンおやじでした。失礼いたします。